ボンソラソバテイエイソワカ、ボンソラソバテイエイソワカ、ボンソラソバテイエイソワカ。あなたはすでに宇宙の豊かなエネルギーと深くつながっています。そのつながりを通じて、あなたの願望は無限に広がり、あなたの夢は現実のものとなります。この瞬間から、あなたの心を豊かさの波動に合わせ、あなたの魂を富と繁栄の光で満たしてください。心の中で、私は無限の豊かさを受け入れ、繁栄の道を歩むと唱えてみてください。それはただの言葉ではなく、あなたの現実を形作る強力な呪文です。宇宙はあなたの願いを聞き、あなたの行動と意図に応じて富をもたらします。あなたが真に願うものに集中し、それに向けて毎日少しずつでも努力を重ねることで、ベザイテン様はあなたを見守り、あなたの道を照らし出してくれます。あなたの夢を信じ、恐れを超えた行動を起こす勇気を持ってください。それがあなたを成長させ、未来への扉を開きます。あなたの中にある限りない力を解放してください。自分自身に疑問を投げかけることなく、あなたが持っている能力、情熱、そして才能を信じてください。それらはあなたがこの世界で達成できることの基盤です。あなたが自分の内なる豊かさを認識し、それを世界に分かち合う準備ができたとき、あなたは真の富を経験するでしょう。あなたの才能を社会に提供することで、豊かさは倍増し、あなたの人生にさらなる喜びと満足をもたらします。あなたの周りの世界を見て、感謝の気持ちを持ってください。すでにあなたの人生にある豊かさに感謝することで、さらなる豊かさを引き寄せることができます。毎日小さなことでも良いので、感謝できることを見つけ、心からその感謝を宇宙に送りましょう。この習慣があなたの心を豊かさの磁石に変え、あ
なたの人生に奇跡を引き寄せます。恐れや疑念が心を覆う時もあります。しかしそれらはあなたの成長の過程で必要な試練にすぎません。そのような時、心の奥深くで自分自身を信じ、あなたの目標と夢に向かって進み続けることが大切です。あなたの信念があなたの最大の力となり、どんな障害も乗り越えることができます。あなたが本当に願うなら、宇宙はあなたのために道を作り出します。覚えておいてください。あなたはこの旅を一人で歩んでいるわけではありません。あなたの周りには、あなたを支え、愛し、助けてくれる人々がいます。また、ベザイテン様をはじめとする宇宙の神々もあなたの成功を願い、あなたの努力を支えています。彼らはあなたが道を誤ることなく、あなたの真の目的に向かって進むことができるように、常にあなたを導き、励ましてくれます。あなたの内なる声に耳を傾け、直感とインスピレーションに従ってください。それらはあなたが取るべき正しいステップを示し、あなたの旅を照らす光となります。あなたの夢や目標に対する情熱を燃やし続けてください。情熱は、あなたの内なる力を解き放ち、あなたを前進させる原動力となります。あなたの情熱があなたの行動を導き、それが現実を形作る起点となるでしょう。どんなに遠い目標であっても、一歩一歩確実に進むことで、最終的には達成できます。あなたの一歩一歩が、ベザイテン様を含む宇宙の神々からの援助を呼び寄せ、あなたの夢を現実のものとするでしょう。あなたの成功と繁栄を見守り続けます。あなたの心に平和と喜びが満ち溢れるよう、毎日感謝と愛を実践しましょう。あなたの豊かな未来は、すでに始まっています。
ゴンソラソバテイエイソアカ